はい、こんにちは、東和2です。今日はですね、アンサンブル、東和2が撮ったショートフィルム、アンサンブルのキャストの活動情報をちょっと紹介したいなと思います。エピソード1に出てた波平くん、ビートボクサーの波平くんがですね、今沖縄で活動してまして、アカペラボーカルグループデュゴンデュゴンというユニットを結成して、昨年末かな、CD アルバムをリリースしました。で、つい先日もですね、iTunes の方で楽曲を配信しましたので、ちょっと紹介したいなと。全曲ですね、カバーアルバムなんですよ。はい。なので、みんなが知ってる曲とかも入ってますし、一番ポピュラーなところで言うと、Fly Me to the Moon って聞いたことはあると思うんですが、エヴァンゲリオンのエンディングテーマで、曲歌われてましたよね。はい、その Fly Me to the Moon がですね、デュゴンデュゴンのアカペラバージョンで聴くことができます。僕もちょっと聞いたんですけれども、またエヴァの時 の, エンディングとはまた違う感じっていうのをですね、堪能できるのかなと、楽しめるのかなと思いました。デュゴンデュゴンがまた Fly Me to the Moon を歌うとまた全然違う感じになりますので、ぜひぜひチェックしていただければなと。この動画の概要欄にリンクを貼っておきますし、東和2のブログでもリンクを貼っておきます。波平くんは僕がアンサンブルを取る前からですね、ネプリーグのハモネプで優勝したりとか、実力のある人だったので、その彼が結成したユニットということでですね、今後も活動がちょっと期待できるのかなと。で、そういう、ユニットじゃないかなと思います。今後もですね、キャストの活動情報、スタッフの活動情報をですね、紹介していきたいなと思いますんで、ご興味ありましたらですね、ぜひこの動画ブログチェックしてみてください。